ゆりです。ももちゃんが野菜があんまり好きじゃないっていうことで今日じゃあお願いします。空にある何かを見つめてたら、はい、こんにちは、ゆりです。ベジタブル今日は、ゆりかじます企画、はい、そうですね、久々今日はですね、野菜嫌いの子供がいて、はい、その野菜嫌いを克服するという企画ですね。野菜嫌いの子供がいる家にサプライズで突撃。今回は嫌いな野菜を使ったレベル1からレベル3までの料理を用意。それをゆうりと一緒に食べて野菜嫌いを克服する。そしてなんとその人の仕事が あれだって、八百屋さん。なるほど。八百屋さんの娘なのに野菜嫌いっていうのを克服してもらうと、野菜嫌いのゆうりに依頼をしました。なるほどね、はい、俺のが嫌いだぜ。ゆうりくんの野菜嫌いはどんぐらいですか？あ、でも俺はね、なんか料理されても平気。あとシーザードレッシング。生は苦手なんだ。生マジ無理だ。だから別に食えるけど食う意味があんま分かんないかもしれない。あ、食えるでしょ、だってユーリは食える、食おうと思います、うん、でもちゃんと野菜絶対食べさせるんで、うん、皆さん見ててください。でこれ見てるね、野菜嫌いな子供たちも、うん、一緒に食べてみてはいかがでしょうか。それでは行ってまいります。ベジタブ、そうそう、でご自宅に行く感じです。はい、行きます。お邪魔します。はい、ユーリチャンネル、はい、ということで到着しました。はい、なのでここから家に行きます。来たいと思います。で娘さんたちはもちろん来るの知らないので。なるほど、そっくらですね。でしかも家族みんないるらしい。 LINE はしてるけど俺らも初対面です。そうだね、挨拶ねえんだって感じだもんな、先に。うもう撮影から始めます。突撃だもんね、うん、突撃このやってるのやばいよ普通に、うん、いきなり家だよ、うん、確かに普通に。いやもちろんアポ取ってるよ。すいませんね、行ってきます。じゃあ行きます。木村です。はい、ただいま。あ、木村です。はい、俺も野菜食べるの緊張してきた。はじめまして。はじめまして。はじめまして。いいですか？お邪魔します。はじめまして、ゆりです。お邪魔します。すいません。カメラ回してもらって。お邪魔します。これです。すいません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 。はじめまして。はじめまして。木村です。ゆりです。はじめまして。ユーリです。こんにちは。ユーリです。なんで？はじめまして。あっちを知ってもらえない。はじめまして。なんで？ごめんごめん。泣かないで。名前は何？モア。うん？モア。モアちゃん。モアちゃんが野菜があんまり好きじゃないっていうことで。拭いて。ごめんね。一回落ち着こうか。その企画とかじゃないよね。一回びっくりしすぎてるから。まあゆりせっかく真ん中行って。緊張するよな。知ってるゆり。顔怖い。はじめまして。何ちゃん？リコ。うん？リコ。リコちゃん、リコモアちゃん。リコ。あ、ある。ある。お父さんに怒られちゃうかも、泣かしたら。お母さん大丈夫ですか？大丈夫ですか？お母さん大丈夫ですか？よろしく。俺たちもあんまり子供と関わるタイミングがなかったから、ちょっと緊張してますけど。あ、今何歳だっけ？あ、10歳と8歳。あ、本物ゆうりです。でも今日は楽しいやつだから。うん、野菜嫌いなんでしょ。俺も正直あんまり好きじゃないんだけど、お母さんが野菜嫌い、うん、そう、きゅうり嫌い、きゅうり嫌い、野菜嫌い克服してほしいんだって、お母さんが、うん、だから今日は野菜を一緒に食べようっていう。歌好き？じゃあ野菜食べたら俺何でも歌うから頑張って食べようぜ。食べれる？じゃあ食べようぜ。ちなみにどれぐらい嫌いなのか。どれぐらい嫌い？俺はなんかしてれば食べれる。生だけ食べれない。頑張ろうぜ。野菜食べれる？うん。あ、いけるな。ピーマン大好き。ピーマン、ピーマンは俺もいけるっちゃいける。何が嫌いなんですか？キュウリ、ウリ科。あ、
売りかがあんまりノーサンキューな感じで人生やらせてもらってるから今日は頑張って食べようと思ってるそれどころじゃないんだよあ、グッズありがとうございますあ、すごいライブ来たことあるある？めっちゃあるあ、ほんと？え、そこにいる上にいっぱいあ、ほんとだあ、ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ、ありがとうまた来てまた行くまた来て、また来て、来て、来てでも野菜食ってからだけどなんでも、さすがに覚えてる限り最後に野菜食べたのいつ？え、でも食っていいんじゃないですか食べてないの全然何が嫌いなんだっけ？あ、確かに一番え、ああちょっとわかるわトマト、玉ねぎとあ、トマトもトマトはあ、かぼちゃ、かぼちゃかぼちゃなんて、でも出ない、出なくないほとんど嫌い給食出てるああ、給食かスープに入ってなるほど確かになるほど俺、緑以外は結構いけるからあと、オレンジ色なんだ緑とオレンジはあんま食べれないけどもう基本はいけるよ、うん、まあ、頑張りたいと思うよ頑張るお互いモアと有利で頑張る付き合ってくれるかわいい一緒に食べようよ食べよう食べれる食べれれば食べようよだから本物だよね本物ユリです本当ちょっと準備しますかはい、はい、お願いしますはい、じゃあ1個目かぼちゃのスープ、玉ねぎ入りですかぼちゃ本盛りできたいけるじゃあ、行ってみてもう行く？いや、行くでしょ、うん、この早く行かないと無理よ、これたい食べれる美味しい次は生野菜だよ次は生野菜だ美味しい美味しい美味しいこれからも食べれるじゃあこれ前番出してください大丈夫震えてる震えてるけどこれどっちでどっちで震えてる俺震えてるあ、俺それだったらあと5口ぐらい言ってみる食べるでもこんなお姉ちゃん見たことあるない食べさせてもらうやるその方が美味しい恥ずかしいよな、うんふふ本物じゃない本物じゃない、本物よめちゃくちゃ本物本物本当本当本当生で見たらなんかちょっと違うどっちが良かったえ本物じゃないライブの言うじゃんねどっちが良かったライブの時なんか良かった今でもいい良かった良かった良かったお姉ちゃんも分かってるよいや最後一口言ってみるもう一口だけ飲みたい飲みたいって美味しい美味しいよねお母さん作ったから全部美味しいって言うんだよ俺それでやってきた美味しい美味しいだけはもうお腹いっぱいって言うんだよ今日はなんか調子悪いかもって言ってゆりチャンネルまあまあじゃあこれはクリアこれはクリアクリアクリアいいですじゃあ第2弾いきますか第2弾ゆりに野菜の歌作ったのマックからの野菜何のからの野菜マックマックの昔だってそれも見てんのいやありがとうでもあれは今日歌ってあげられないからさすがに覚えてないから覚えてない4年前ぐらいだったなんだ麻婆茄子作りました次第2弾レベル2かな人参も入れましたピーマンと人参入りの麻婆茄子僕もちょっと食べていい？いや、ちょっとしょっぱかったんですよね。大丈夫です。あれちなみに嫌いなのなんだっけ？ナスとピーマンと人参。全部入ってる。全部全マシ。これじゃあナスとピーマンは行くわ。え、なんで人参食べないの？人参嫌いだったの？俺人参は全然ダメよ。じゃあ食べる。大丈夫また手震え始めて。取ってあげようじゃあ。ああいいです。逃がさないよ。全種類一回引いてもらうために。いやさすがにねそれは。ちょうだい。ありがとう。今食べるの嫌だ。全部食えんの？わかんない。これ食える？嫌いな食べ物ある？ない？ナス。ナス。いやダメよその逃がさない。余裕で。ナスと学校のコーン。
学校の子。でも一個ずつ見に行った。うん。そう。じゃあ。じゃあ俺も。そう。俺はナス。ママがすごい震えてる。よし。本物？え？ママが産んだんじゃないよ。人参乗ってないです。先生。日本のくせに人参乗ってないです。マジかよ。一番でかい。じゃあごめんなさい、マジかよとか言ってこれはじゃあせーので食べますか。オッケー。じゃあ、行こうぞ。ナスからだろ、いただきますって言ってせーの。いただきます。いただきます。どう？うん、めっちゃ美味しい。美味しいよ。美味しくない？うん、美味しい。だろ、ナス嫌いなのに。さっきのより、やつよりよ。これレベルアップしてるんだ。じゃあ次、ピーマン、人参。ピーマン嫌いな子多くない？ピーマンいける。ピーマン嫌いなの、ね、ピーマンは食べろって言われたらまだ頑張れる。普通に食べられる。マジ？うん、いけんじゃん、全然余裕で。美味しいわ、めちゃくちゃ美味しいです、ありがとうございます。人参は？人参ダメだな。どう、ピーマンもいける？いけるか。人参嫌い？嫌いしてたか。めちゃくちゃ肉乗せてますか、ね、人参いきますか、うん、お。ごちそうさま。はい、はい、どう？美味しい。美味しい。お、いる？いや、お前は食ってくれよ。ユリのメンバーからってオレンジなんでしょ。夢。美味しい美味しい。あ、食べれました、ね、美味しいです、ありがとうございます。30歳児のゆりさんも食べれます。歳児いただきます。じゃこれもクリアだ。うん、めっちゃお茶飲んでるけど人参だけだった。ごめんなさい、ごめんなさい。人んちでいきなり飯食わせてもらっといて。もう1個ナス食べていいですか。人参なんでダメなの。確かになんか甘いでしょ。全然追加しても大丈夫、うん、食べる、食べない。何追加する。追加していい。いけるいけるいける、取れる取れる、うん、嫌いな食べ物ない。うん、な何嫌いなの。ナスフルーツ。フルーツ、フルーツね、一緒だ、うん、え、うん、そうなの。あんま食べない。あ、嫌いじゃないけどね。一番嫌い、うん、好き好き、気が合わないかも。あ、でも食べれてる。すごい、スイカのナスも。これからも食える。ごめんごめんごめん、こんぐらいにいくわ。いける。ゆうりチャンネル。え、もうレベル2クリアよ。あと1個でしょ、うん、あと1個じゃない。あと1個、いけんじゃん。最後、いけ、いけそうだね。いけなさそうなの邪魔しますよ。そうですね。人参、生の人参とか。やばい人だ。かぼちゃにしました。めちゃくちゃ。じゃあ最後のことになること、はい、これ一番嫌いだと聞いているかぼちゃですか。うわ、うわ、うわ。あんまり好きじゃない。かぼちゃ？俺ね、これいけんの。あ、でも味付けてないです。ただのかぼちゃです。笑顔が消える。いけるはず、いけるはず、多分いけるはず、いけるはず。ナス、かな、え、かぼちゃね、かぼちゃね。じゃあ先に、じゃあ俺から取っていい？うん、先に一回ちょっと食べてみて。ユーリが、あ、ちっちゃいの取った。見逃さないね。俺の箸で取ってもいい、うん、気にならない。さっきも取ってたけど。はい、はい、これって皮も、皮食べるんですか俺。あ、じゃあちょっと順番に行こうかな。じゃあ先、じゃあユーリから。え、皮食べるんですか俺。いや、食べる食べる。ほんとか、ほんとか。あ、俺全然いける。あ、いける。じゃあちょっと食べてみて。おいしい。匂い嗅いでる。食べてみて。もう豪快。さすが、やるね。お、でもまあ、別にいけたらいいのよ。いけたら。これちょっと、これ最後じゃないですか、うん、せっかくなんで、これからも野菜食べる。あ、うん、匂い。これからも野菜食べてくれる。約束できたら、これ食べれたら、うん、歌う。何でも歌う。なんでもだめ。お母さん、聞きました。お母さん、お父さん、聞きました。じゃあ、お願いします。やばい。体にいいらしいぜ。舐めば。飲んじゃダメって言うことないからね。早い。もう一回。
かわいそうだな。かわいいね。どうだった味は？絶対嘘ついてる。普通の顔じゃなかった。昔マジで野菜食べなかったけど、だんだん大人になって食べるようになったから、まあまあゆっくり好きになっていくと思うけどね。確かに。ちょっと欲を言っている。せっかくの綺麗にしてもらっていいですか？残り2つあるので、うん、行っちゃう。余裕だ、俺余裕だからね。あ、確かに。いただきます。うん、俺余裕。かばって食べたらいけないの？あ、戦ってます。これじゃあ今回その流し込むのなしで普通に食べてください。流し込むのなしだって。もう流し込めないもん。次のやつよく頑張りました。食べた。おお、はい、ありがとうございます。ありがとう。野菜嫌いを多少は克服したという。何、うん、ありがとうございます。いや、こちらこそ、こちらこそ、ありがとうございます。ゆうりの力で。本当は食べたんじゃない？食べ過ぎない。確かに、可能性はあるよ。でもこれからもお母さん頑張って食べてあげて。お母さん、これからも野菜出してあげてください。これから普通にね、野菜とも残されるから、うん、いっぱい出してもらっていい？お願いしといていい？いいの？野菜いっぱい出してください。何が聞きたい？ちなみに。あ、ギターだけ。そうだ。ちょっと、ちょっと、ちょっと。じゃあまずは声出しからやりますね。多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。恋も顔も不器用なとこも全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい。君との日々もきっと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 色褪せる。ありがとう。何が好き？ちなみに。全部好き。ありがとう。特に何がいい？言ってたじゃん。言いたいと。それ難しい。それマニアックだね。難しいわ。今心の中にはお前の声が響く。ここまでしかできないよ。ごめんね、ここしかできなくて。じゃあ声出しも終わったんで、野菜を食べれたので、そしてこれからも野菜を食べてくれるっていう約束をしてくれたので、うん、何でも一曲フルでちゃんと。俺もこの時間めちゃくちゃドキドキする。難しい曲来るなよって。いいよ、全然難しくても頑張る。ランダムね。もじゃあ本当にじゃあお母さんが言ってた応援歌。応援歌そうだ。ちょっとキーを下げたいから携帯だけ見てください。5分間だけちょっとだけ大きな声出ても大丈夫ですか？じゃあ行くよ。老人が君に言いました。残りの寿命を交わせてよ。
50年を50億で買おう、人生をやり直したいと思う。ただ起きて食って働いて、寝て起きて働く毎日だ。それなのに手放したくない理由を考えてみたよ。体も痛くなるだろうし、友達もいなくなるんだろうな。恋愛もできなくなるよな。その値段じゃ売れないな。僕が生きてるこの時間は50億以上の価値があるでしょ。生きてるだけで丸儲け、これ以上何が欲しいというの。老人が君に言いました。それなら倍の100億だそう。奥さん子供もつけるから、豪邸も仕事もつけるからさ。50年が100億ならば、年収2億の大富豪だ。ゆっくりな人は自分でさ見つけたいから、いらないよ。僕が生きてるこの時間は100億以上の価値があるでしょ。生きてるだけで丸儲け、それ以上何が欲しいというの。ごめん。どんな夢を描いてもいい、どんな声をしたっていい。無限大の可能性は誰にも譲れない。何十回立ち止まっても、それでも僕を諦めない。僕が生きる理由は僕が決めるから。僕らが生きる時間は決して安いものじゃないから、後悔しない選択を選んでほしいの。頑張ろう頑張ろう、頑張ろう頑張れ、頑張ろう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 。野菜食べてください、お願いします。今日ありがとう。ちょっと一箇所だけ間違えたのちょっと悔しいから、せっかく頑張ってくれたらあれだから、ワンフレーズだけ別の曲歌っていいですか。リベンジしていい。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでいく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が星自身も忘れた頃に僕らに届いてる。僕ら見つけ合っていた国あって同じ空輝くのだって、二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋がる魔法。
暗かったのびで取り合って進んでいく辛い時だって泣かないって誓っただろう遥か遠く終わらないベテルギウス君にも見えるだろう「それは星だって君が教えてくれた」ありがとうございました。熱っ。ありがとうございました。ありがとうございました。食べてる。食べてね。頑張ってありがとう。また来てね、ライブ。ありがとうございました。ありがとうございました。お父さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ皆さん、そんな感じで野菜食べれなかったら必ず僕が来るわけではありませんので、皆さんも頑張って野菜食べてみてください、はい、そんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。チャンネル登録とグッドはおばさん、皆さんまた。将来何になりたい？歌手、大変なお父さんが。いや、お父さん。そうなの？おー、いいね、いいね、いいね、いいじゃん。触ってみる？このは別にただの機械だよ。チャンネル登録お願いします。